はい、拓章です、今日はですね、サービスで、回転をかける、コツについてご紹介します。まず基本になるのはですね、ボール突きになります。はい、まあ、これはいくつかの動画でも説明したんですけれども、まず、家でもできるボール突きで回転をかける感覚を養います。はい、斜め上にスイングして回転をかけます、はい、でこの時、リラックスして、でラケットの角度が、ブレないようにスイングします。でなるべく薄く、ボールタッチですね、薄く意識して打球します。はい、で 今はですね、右下から左上にスイングしてるんでボールは上に飛ぶんですけれども、でこの状態で徐々にスイングを、水平方向に変えていきます。でそうすると、先ほどこう斜めに振ってる時にはボールは上に上がるんですけれども、水平にしていくに従ってこう振ってる方向にボールが飛ぶようになります。はい、で、右から左ですね、水平にスイングして、そうするとボールは、左方向に、つまり、相手の台の方向にボール飛んでいきます。はい、でまずそれを、サービスというよりもボール突きを、回転をかけるボール突きを水平に振ってみたっていう感じですね。そういう感覚で出してみてください。はい、それではやってみます。はい、ボールをトスして水平にスイング、はい、力を抜いてリラックスしてスイング、はい、でも軽くですね、ボールタッチは軽く行います。はい、ラバーの表面に薄く引っかかるぐらいの感じですね。はい、なんでこう自分からこう切ろうって感じでこう力を入れたりとか、こう素早く振ろうって思う必要はなくて、本当に軽くゆっくり振るだけで十分回転がかかります。はい、ボール付きの感覚で、ボール付きの感覚で台に出す、はい、で今少しラケットのヘッドを斜めに下げているので、このまま水平に振ると横下回転になります。で、ラケットをですね、ほぼ水平にした状態で打球すると、真下回転になります。はい、水平線。はい。で、こう、打球しながら、ラバーの表面にボールがしっかりこう引っかかってるっていうのを、こう、味わいながら練習してください。はい。で、この状態では、まだボールが少しこう、バウンドが、高くなってしまってるんですけれども、まずはですね、ボールがこう高くてもいいので、回転をかける感覚をつかむというのは大事になります。で、徐々に、試合で使えるような、低いサービスを目指して練習していきます。はい。はい、こういう、ネットミスも、オーバーミスもしながら、練習していくんですけども、大事なのは試行錯誤ですね。試行錯誤という意識で、全部本番じゃなくて、実験しながら練習するようにしてください。水平にスイングします。でこのボール付きで、回転をかける感覚を、味わいます。はい、しっかり、この練習で養います。で実際に台に出してみて、ボールがどういうふうに回ってるかっていうのを確認しながら練習していきます。はい、なので例えば今のは、順回転系のサービスですけれども、例えばこう逆横系のサービスの練習でもボール突きをして、最初はさっきと同じように下から上にスイングするような感じでボールを上に飛ばしながら出していきます。
このヤンジェルサービスの時に大事なのが、まあよくあるんですけど、ボールを外側に閉じてしまうっていう、はい、遠くに投げてしまうっていうケースが多いので、このスイングのこの空間の、内側にボールを落として打球していきます。はい、内側に落として打球していきます。はい。というわけで、ボール突きをしながら回転をかける、まあこのラバーの表面にボールが引っかかる、この、感触をしっかり味わって、これを覚えていきます。はい。ちなみに、僕が使っているラバーは、日卓製品のファスターク C1 になります。このラバーはよく回転がかかるラバーで、まあ、回転がかかるというか、回転をかけやすいというかね、ラバーの表面にボールがこう引っかかりやすい、引っかけやすいラバーになっています。はい、というわけで、回転をかけるコツでした。以上です。